タックスヘイブン対策税制とは、タックスヘイブンを利用した課税繰りのべに対抗するための税制である。CFC 税制と呼ばれることもある。居住者または、親会社が、国外のタックスヘイブンにペーパーカンパニーという形で、会社を設け、これに、隠し金利の使用料などを支払ったりすることにより、居住国または親会社所在国での課税所得を圧縮することが可能となる。 これに対応するため、タックスヘイブンに留保された利益について、居住者または親会社に配当がされたものとみなして、これを居住者または親会社の総収入金額に参入する制度が、タックスヘイブン対策税制である。つまり、本国に本社を設ける企業が、海外の低税率国で実態のない子会社の所得を計上している場合、本国にその所得を合算して、 課税対象にすることになる。この合算課税の制度により、不当な節税策に対する牽制機能を働かせようとしている。タックスヘイブンに該当するかどうかの判定については、かつてはブラックリスト方式あるいはホワイトリスト方式が採用されていたが、現在は実行税率などの形式要件に管理主配置基準など実質判定を加味して判定するのが主流となっている。 経済協力開発機構と20カ国、地域に加盟する合わせて40カ国余りがタックスヘイブンを使った企業の過度な節税策を防ぐ税制を全面導入する見通し。日米などが採用している課税の仕組みをインドやオランダなどの10カ国以上が導入する方針。米国では節税は納税者の権利であり税法の不完全性を利用した。 租税回避は原則として合法である。ただし、内国採入庁が定める、乱用的租税回避基準に該当するときは、脱税とみなし、通常の税務調査ではなく、同庁捜査局が捜査する。代表的な乱用的租税回避は、概要に述べたブラックリストに載る。居住国または親会社所在国において、タックス平文課税後、 実際にタックスヘイブンの会社から配当などの送金があった場合には、それへの課税がタックスヘイブン課税との重複課税となることを排除するために、実際配当額を益金不算入とするなどの手立てが講じられている。具体的な規定としては、租税特別措置法第40条の4から同法第40条の6まで及び同法第66条の6から同法。 第66条の8までが存在する。アメリカの対策税制で述べたような条約をすなどった租税回避を合法とする原則の例外にあたる制度は存在しない。立法の地帯を背景として米国と比較すると日本の裁判で争われるケースは禁章である。ここでは5つのケースを紹介するが多くの争点において事実認定により租税回避を無効とする方法が 取られている。ありがとうございます。